キンコンカンコン。よーぽん。夏が来た。いっぱい食べたい。でも痩せたい。今年も襲う、しんどい悩み。はい、ということで、夏が来ました。待って、レベル高っ。やばっ。嬉しいです。いや、川柳がレベル高いかどうかはちょっと置いてえ、何その始め方。はい。え、どこから考えてきたの？いや、出ながら、うん、明日の始まりはどうしようかなと思って。いや、いつもちょっと、うん、おかしな始まり方をするんですね。前回誕生日の時は、うん、ハッピーバースデートゥーミーから始まったんですけれども、それを夏バージョンはちょっとどうしようかなって考えた時に、うんうん、短歌だと思いました。短歌でした。すいません、短歌だと思いまして。歌っちゃおうと。はい。なんか新しい風吹かしちゃってんじゃん、もう本当に。ちょっと先輩になっちゃったんで。そうだね。おめでとう、おめでとう。そうだね、先輩、15期が先輩になりました。16期が加入して先輩になってしまいました。どう、お、でもまだそんな、あ、そうです、あんまりですね。気持ちは変わった？あんまり、あんまり変わんないんですよ。でもなんか周りから見てると、はい、なんか15期、その16期に見られてる緊張感とか感じてるんだろうなっていうのを感じてる。あ、緊張感は感じます。意識として、だから意識持ってるんだなって。でも、うん、なんかまだやっぱ全然お話ししたことないじゃないですか。まだそうだね。二人でがっつり話したこともないから、うんうん、なんかそんな実感が湧かないです。あ、うん、じゃあこれからですね、うん、怖いです。でも意識がそういう風に変わっていってね、先輩になっていくものですから。そうですね、楽しみ。あ、ということでこのまま始めていきましょう。はい。それではモーニング娘。トゥートゥーのモーニング女学院放課後ミーティング3組のちょりんさんからです。ありがとうございます。あいみん、かえり、りおちゃん、こんばんは。こんばんは。ついに新メンバー加入決定しましたね。はい。桜井りおちゃん17歳ということで、ホマメイと同い年、うん、尊敬する先輩はりおちゃんとのことでしたが、その時のりおちゃんの反応が面白かったです。りお、うん、ちゃんは言われた時どんな心境でしたか？そしてそんなりおちゃんを育てたと言っても過言ではないかえりとあいみんからもぜひ一言お願いします。7月10日からの新モーニング娘。も楽しみにしていますとのことです。そう、16期メンバーですね。入りました。桜井リオちゃん加入しまして、はい、加入しまして、なんと憧れの先輩が北川さん。びっくりですよ ね、 ね、同じ名前でびっくりですよね。北川さんだってどこに憧れたんだかまだね、そういう姿知らないから憧れたのかもしれないよね。あ、幻滅されちゃうかもしれない。いや、でも知らないよ。ちょっとだけ武道館の話に戻っちゃうんだけどさ、はいはい、私の友達が、はい、私のかの有名の友達が、北川をめっちゃ褒めてて。本当に嬉しい。そう。わざわざこう連絡も来たし、はいはい、この間会った時も、いや、本当良かったですって。北川に。あんな踊れない子、じゃあ、な、踊れなかった子のはずなのに、うん、あんな踊れるようになるんや、みたいな。めっちゃ良かったって、本当に褒めてて。本当に嬉しい。っていう魅力があるんですよ、北川さんには。あら、そういうところに憧れたんですよね。あら、頑張ります。嬉しい。ニヤニヤが止まらない。やっぱ嬉しかった？いや、嬉しかったです。嬉しかったけど、うん、なんか、本当に私なんかで大丈夫なんですかみたいな、もっとすごい人いるけど大丈夫みたいな感じになっちゃいました。へー、ちょっと、幻滅されないようにちょっと頑張ります。へー、じゃあでもこれからの北側も楽しみだね。あ、頑張ります。見とこう。ね、めっちゃ見とこう。そう、だからなんかうちらからすると、そういう15期が見れるのも本当に楽しみなんだよね。そうですね。なんか、あ、先輩やってんじゃんみたいな。一番近い先輩を見るから、うん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 。新しく入ってきた人って。そうだね。そう。見られてるね。うん。ね。シーンいっぱい教えてあげな。教えるってなんか学びになるから。いや、私たちが入った時の13期さんってめっちゃす、うん、もう、うん、超、先輩みたいなイメージだったんですよ。本当に、うん、なんかもう すごくて、うん、私今約3年後とか本当にこうなってんのみたいな思うぐらいだったんですけど、うん、まあ年も同じぐらい離れてるし。そうだよね、ちょうど3年だもんね。だからなんかそのまあリオちゃんからしたら15期がそういうぐらいの、うん、そうね、なんか見えてるのかなと思って。見えてると思うよ、うん、ちょっと頑張らないとな。楽しみだね。あ、楽しみです。桜井ちゃんのパフォーマンスとかも楽しみです、そう、まだ見れたってないからね。ないですよね、はい、そうなんよ。気になります。楽しみです。楽しみです。頑張りたいと思います。はい、はい、
それではここで今日の2曲目です。はい、まさき